刻も早く廃止すべきであると思います。国民の声を裁判に反映させると称して行われている裁判員制度、それは裁判員なんてやりたくないという 85% の人の声を踏みにじりながら進めている制度です。国民の声を裁判に反映させるなんて嘘です。これは裁判に対する国民に対する権威づけを強めるために、国民を参加させ一緒に並べて裁判をさせるのがこの裁判員制度の目的です。国民主権でも民主主義でも何でもありません。裁判を良くするためでもありません。裁判に国民を強制的に関与させて、そして国民も入って決めたんだから言うことをつけということを訴える、まさに裁判を権威づける、それが裁判員制度の狙いです。そんなことのために私たちの貴重な時間や労力、そういうものは取り上げられて良いわけがありません。国の目的のために国民は奉仕しろという裁判員制度、そんなものは私たちはいりません。裁判を良くするためには自力で集めない人を集めて裁判をさせることではなくて、今裁判官が行っている裁判に対して批判の目を向け、おかしな判決が出ればみんなで声を上げ、裁判を正しく行え、証拠に基づいてきちんと判断をしなさいということを訴える、そのことを大きな声を上げ裁判所に対して突きつけるのが本当に裁判を良くする方法だと思います。